落ちちゃうな。皆さんこんばんは、 SK48 チームケツのみはるんこと川島みはるです。すごいなんかめっちゃ調子悪いんだけど、携帯のやばい、落ちちゃう。すごかったね今日の最強戦、女流最高位決定戦も面白かったし、うん、普通になんか携帯のさあれを変えたかったのにさ、ちょっといろ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 今限界を感じてる携帯の。あ、現代ビジネスありがとうございます。現代ビジネスの記事をすごいたくさんね、麻雀関係の方も含めていいねしてくださったりとかして、すっごいなんか反響が大きくて嬉しいです。そう、すごいたくさんいいねもリポストもしていただいて、そう嬉しいですね。すっごいね、あのフォロワーさんが増えました。すごい嬉しかったです、ありがとうございます。あといいねも本当にたくさんいただいて嬉しかった。その現代ビジネスさんの取材をしていただきますっていうのを知った時が、そのまだナッキーさんとかユキさんの記事が出る前だったんですよ。そうで、あの本当にびっくりして、そうなんか調べたら文化人みたいな出てきたから、え、ちまさん文化人って思ったんですけど、すごい素敵な記事にしていただいて、マルチに働く、マルチな働き方をするロードモデル、すごいちまさんが多分人生で言われるの最初で最後だろうなっていう言葉をいただいて嬉しかったそう、いや優しい大号泣ありがとう、本当に素敵な記事にしていただいて、あの今回取材していただいたあのインタビュアーさんその記事を書いてくださった方にラーメンめっちゃいただいたしそのラーメンをもう本当に全部食べたんですけど、めっちゃ美味しくて、もうそういうのも含めてすごい楽しくて、あのまたいつか麻雀、本当はなんか麻雀も打ちたかったんですけどって言ってくださったので、いつか麻雀も打てたらいいなと思っております。すごいやっぱ麻雀を打たれる方が麻雀の取材をしてくださると、すごくなんだろう、楽しいですね。やっぱりすんごいびっくりしたの。そう、嬉しいですね本当に。今何分なんだろう、ちょっとさ携帯いろいろやってたらちょっと時間がなくてごめんなさい。あ、58分、時間ないや。そう、すごい嬉しかったっていう話と、
あと今日の、あ、そう、今日の女流最高位決定戦で、あの女流最高位取られたマリエッティさんが東海支部なんですよ。すごい、本当に今年のこの最高位戦団体のこのタイトルを同じ東海支部の先輩方が本当にたくさん今年取られてたりして、すっごい頑張らなきゃっていう気持ちになってます。そう、嬉しいですね。ちょっとくしゃみ出そうで、やばい。ちょっと最近毎日くしゃみが止まらなくて、鼻声なんですけど、ごめんなさい。23時59分。花粉って今飛んでるの？だったら花粉かも。ちょっとスマホスタンド変えようと思ってチャレンジしたんですけど、あの一切スマホがスタンドされてなくて、今あの自力でスタンドを支えてるっていう、すごいなんか非効率的なことをしてるので、ちょっとあの手持ちスタンド意味わかんないので、ちょっとあの改善したいと思います。すいません。ということで、皆さん今日もショールーム見に来てくださってありがとうございました。あ、黄砂なんだ、それかも。ということで、おやすみはるーん、バイバイ。カルボナーラ食べたい、バイバイ。やばい、めっちゃ手つった、痛い。おやすみはるーん、バイバイ。